お疲れ様です。ラットです。今回はですね、とりあえずまあリーグが終わったということで、まあ今シーズンですね、終わったんで、まあ宝箱を開けつつ、まあなんだろうな、次のですね、ちょうどもうメンテも来て、メンテも終わって、なんで、まあいろいろね、ユニットの性能に変化がありってことで、まあおすすめのデッキもね、紹介していきたいなと思いますってことで、まあとりあえず宝箱から開けていくんですけど、もう僕は、親衛隊だけかなと、あとゴブジャイですね。なんで、もう、あとは何でもいいみたいなところあるんで、ちゃっちゃ、拾っていきます。いやー、正直マジで何もいらない。って感じで、もう宝箱は終わりと。はい、ってことで、今シーズンは、最後終わったのが6296で、まあ、展開からね、ちょいと落ちちゃったんですけど、最後何番最多が6470ぐらいまでかな、今シーズンは。ってことで、まあ、全然そんなすごい858って結果に、まあ、終わりましたねっていうので、まあまあまあそこはいいかな。でちょいとまあ宝箱が余ってるんで、これはまあ開けつつ全部ゴールドですね。よいしょ、感じで、さあとりあえずまあ環境変わりましたねってことで、まあ僕がおすすめするデッキをですね、まあちゃちゃっと紹介したいと思うんですけど、まあこちらですね、こちらで、もうロイジャイですね。いよいよまあ時代が来るかわかんないんですけど、ロイジャイが変わりまして、変わったなんか性能がですね、とこの射程距離が5ってもうめっちゃまあ短いんですけど、前多分 6.5 かなぐらいあったんですけど、まあ射程がすごい短くなったってことで、まあ出してから結構歩かないとタワー殴らないんですけど、このダメージが上がって、まあ乾燥だったら一発370で、乾燥じゃなくても一発250のダメージがあるんで、まあめちゃくちゃ効果力になりましたねっていうので、まあどうなのかなっていうのありますね。であとはまあその対ロイジャイに対してやっぱりミニベッカだったり、このアイスウィザードが増えると思うんですよね。でもアイスウィザードも遅延の効果が伸びて、まあめちゃくちゃ強くなったと思われるんですけど、そんなに変わらないんですよね、正直遅延は。なんか今までスロー効果与えてる最中にまたスロー効果与えてたんで、なんか最後にアイスウィザードがやられた時のちょっとスロー効果が伸びるぐらいで、本当になんか、まあ、アイスウィザードはそんなに変わらないかなっていうのありますね。で、まあ、あとはロイジャイ用にミニペだったりが増えるとして、まあ、対それの、まあ、盾の選手みたいなところで、まあ、このデッキは、まあ、前シーズンとか、まあ、前々シーズンぐらいから、ちょこちょこ存在してるデッキなんで、まあまあまあ、そうなんですね。まあ、それがまた強くなったかなっていうので、こちらのデッキですね。ってことで、まあ、マルチでもグラチャレでもどっちでもいいな。まあ、シーズン始まって序盤ってことなんで、まあ、マルチで行こうかな。よいしょ。ってことで、取れてるよね。やっていきたいと思います。なんで、あと何が変わったかな。あと、雪玉の、スロー効果が上がったのかな。雪玉の多分ダメージも上がって、あとなんか一つ、そう、強くなって、あとは、ロリババの転がるスピードとかが、と、射程かな、なんかロリババ強くなったんですよ。っていうのがあって、あとは、何があったかな。そうなんで、ロリババ、意外と増えるかなって思いますね。なんか最近ちょこちょこ増えてて、さらに性能上がったんで、まあ、また増えるんじゃないかっていうのありますね。これは、しっかり縦の戦士で、このインドラをですね、延命してあげたいところですけど、まあまあまあ。これもトルネードでいいですね。やばい。これは、ファイヤーボールはバルーン来た時用に取っておきたかったんで、まあロイジャイでですね。いや、ファイヤーボール打ってもよかったですね。まあ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 。まあなんとかね。あ、じゃあラバルでギリギリ抑えれましたね。ってことで、まあ、ロイジャイで、攻めていくんですけど、これ、どんぐらい歩かないといけないのかな。マジで、6.5 から、
5.0 って結構変わったと思うんですよ。これ出して、いや逆に殴らないみたいな、あー殴るのね。おおやば、墓石一発で、あーそんなことあるっていう感じでしたね今。じゃこれはファイボで OK。 でもこれは入んないですね。よし、危ない危ない危ないですけど、ロイシャイ、おや？なんかあれって感じでしたね。なんか墓石をまあ前よりもめっちゃ壊すのが早い感じでしたけども、一発がでかいけど遠いから入んないですね。なんで後ろからまあとりあえず組み立てていけばいいんじゃないっていうのはありますね。でこれインドラ合わせて、まあガゴ来たらファイボ打つかな。これもロイジェ出していいな。これもファイボでいいっすね。アイスイズ、じゃあガゴプラスのメガゴにファイボル打って、ロイジェめっちゃ歩く、めっちゃ歩くけど一発がでかい。360で、お待って、このボーラー優秀で墓石壊れて、これインドラ出してここでロイジェイですね。よいしょ、ポイントしたら多分これが結構入るみたいなのがあるですね。相手の防衛もうまいですね。これガゴ来たらファイボかな。オッケーで、これ打っちゃっていいですね。ちゃちゃっとしたらロイジェイがめちゃくちゃ削ってる。これボーラーですね。よいしょ、でアイスウィザード出して、まあこれはトルネでですね吸ってあげれば、ワンチャンファイヤー、あーそれ危ないですけど、これはもう許容ですね。入ってもいや入んない、ラッキーで、相手は墓石が置けないですね、ボーラーの存在によって。これ買ったくね。さてはこれも落ちる。おお、さてはありなのか、ありなんかな、なんかまあ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 、でもなんか一発入ればめちゃくちゃダメージ与えましたね。ってところで、さあ次タリーさんですね。これ去年の世界大会に出てた34歳の大人の方ですね。ってことで、さあとりあえずまあエイスイズとか流して様子見かな。ロイジャイありかもしれないですね。もしかしたら、もしかしたら今迫撃とかクロスとかが結構増えてて、まあその迫撃とかに対してすごいメタカードになる気もしますね。ロイジェ出して、あーもうこれファイボスね。 OK、 じゃあこれがめっちゃ入るみたいなことないかな。やば、なんか数発しか打ってないのに結構ダメージ与えちゃってますね。これは盾の戦士で囲んであげて、でこれトルネードで吸ってあげて、よいしょ OK、 一発は許容ですね。ってところで、さあ相手はハンターとホグってことで、アウトロー、ん？あんま見ないですね。あんま見ないデッキ。で、とりあえず、ここはボーラーを出すか、ボーラーかな？ボーラー出して、あ、そうですね。ロイジャイメタのハンターかな？はい、多分ロイジャイ用にハンターだったり、ミミペが、やっぱ増えるイメージもありますね。よいしょ。まあ、インドラ合わせてあげて、このインドラがメガゴ処理したぐらいでロイジェイ出したいですね。あ、でもこれはもう出してもいいかな。よいしょ。OK。OK。お、ロイジェイ歩きすぎやね。あー、まあ一発入ればまあ十分みたいなところありますから、これ、することないんで、まあ、打っと転がして、まあまあまあ。って感じですね。で、またボーラー出して、送り返せば、多分この相手の攻撃は、そんな入らない。これでも取るね、必要っすね。よいしょ。まあ、これが強いですね。防衛めっちゃ硬い。で、またロイジェイ出して、で、墓石にはウッド打ちたいですけど、アウトローがいるんで。いや、やば。いや、これでもファイヤーボール打ってもいいけど、打つか。楽しますね。よいしょ。で、まあ、ホグ来たらボーラーで、まあ、これは相性みたいなのがありますけどね。よいしょ。いや、もう、
相性がいいのか、もしかしたらロイジェイが強いみたいな。これはアイスイズでバルキリー吸って、まあ、保護吸ってあげれば確実にまあ一発で抑えれます。よいしょ。どうせまたメガゴ来るからインドラ合わせて、で墓石にファイボー、あ、ハンターに打ちたいですね。でもここにハンター来るからもう読みで打っちゃうみたいな。よいしょ。あー来なかった。やばいやばい、調子乗った調子乗った。 OK で、これは逆サイもしっかり防衛して OK したら、このボーラーも入りそう。惜しい。あと800なんで、これロイジャイ出せばほぼ確で一発入りますし、これロイジャイ出して墓石ファイボで壊して、アウトロー来たらウッド飛ばして OK。 めっちゃ歩くなロイジャイ。けどやばっ、やばくね？なんかめっちゃ削れる。気持ちいいっすねこれ。さてはロイジェイ強いみたいなとこあるっすよね。まあこの方も展開で、この方も展開いってて、うまい方にも勝っていくと、いやワンチャン久しぶりに3連勝みたいなとこあるっすね。でまあとりあえず、まあとりあえず防衛からですね。ということでバッチリです。で、まあ何もしてこなかったら、ウッドぐらいなら転がしていいかな。このデッキ普通に入りそうっすけどね。前ぐらいから、ちょくちょく見てて。なんだろう。コウモリ、迫撃？うん。やば。なんか、バルーン。これ、ザップ来るな。ザップ来たらトルネ吸わないといけない。OK！ これはノーダメ。で、まあ、このカウンターに攻めたいんですけど、まあ、コストがないんだよね。一回、まあ、見送りって感じ。いや、これ5打って。あー、やっぱ一緒しちゃったかもしれない。相手のインドラを処理したかったですけどね。まあ、これメガゴ2発かな。痛い。あ、一発だった。これは美味しいですね。でもこれはアイスイズ別に出してもいいかな。逆サイに多分ナイトバルーンとか来る。ですよね。だと思った。で、これインドラ出して。でもこれトルネも使わないと防衛できないですね。ってことなんで、トルネで引っ張ってあげて、コウモリも処理。オッケー。なんで相手はバルーン、フリーズかな？フリーズか。なんかあと1枚入ってるっぽいんで、まあそれを意識して、今から対空はあんま咲かない感じでいきたいですね。でも、ボーラー出したいんですけど、出したところで、インドラに溶かされるっていうのがあるんですけど、まあまあまあ、出すか。とりあえずアイスウィズと、このインドラが厄介ですね。これ出していいな。出して、うおー、メガナイトバルーン。オッケー。一発、いや、マジで一発しか入らんやん。これファイボー打ちたいですね。相手のあのインドラ。あ、これ美味しい。インドラプラスメガゴにファイヤーボール当たって、しかも相手がザップしたことによってターゲット変わって、オッケー、美味しい。これしかもボール合わせてあげれば、相手のメガナイトもそこまで怖くないですね。問題が逆サイ攻めとかですね。で相手は多分スペルがない。縦線セパしてですよね、やっぱ。まあそう来るしかないと思いましたね。あ、待って、やばい、やった。やばい。え、そんな巻き方ある？ここに来てそんな巻き方はやだ。いや、耐えれる。いやー、でもやばい。ロイジェ頑張れ。君ならいける。君ならいけると信じてる。いや、あるよ。全然ある。けども、やばい。あるけどもやばい。インドラトルネで守れるんですけど、問題が相手の多い。ユニットが多い。相手のユニットが多い。あー、やばい。OK、陸で受けてあげて、OK。いいよ。ロイジャイ出したら、ほぼ確で入る。けど、インドラで瞬時が怖いから、いや、いい、相手攻めてくる。これ、スピードで勝ったくね？これ、5打って、一発ズシャン。OK！
よいしょ、やばやば、グッドゲーム。これインドラがめちゃくちゃきついイメージがあるっすね。ザップがないんで、ザップがないからインドラきついみたいなのがあるんすけど、すけどっすね、すけど。勝っちゃいましたね。やば、マジ、まさかの、まさかの3連勝っていうので、さてはロイジャイ時代が来ましたね。ってことで、まあ、多分もしかしたらもうトロ、もうトロ4000とか、もう5000とかだともうほんまに、まあ今までもロイジャイとかリババ多かったかもしれないんですけど、めちゃくちゃロイジャイが多くなって、しんどくなるかもしれないんですけど、まあ、またですね、次とかは、その対ロイジャイメタのデッキとかをね、また紹介していければいいかなと思いますので、よければ、次回もね、見てください。ということで、終わります。またチャンネル登録の方、よろしくお願いします。では、バイバイ。